皆さんこんにちは日本語の先生のりこです今日は留学についてちょっと話をしたいんですけどあの私はね最近朝日新聞のポッドキャストを聞いているんですねこれなかなか面白くってまあ、n 1を目指している皆さんとかまあ n 1関係なくですね日本語を長く勉強していて私のポッドキャストはちょっと簡単だなって思う人にぜひチャレンジとして 聞いてもらいたいですね。朝日新聞のポッドキャスト。いろいろなトピックでディスカッションしていて、すごく面白いんです。はい。あの、事件のこと、政治のこと、経済のこと、社会問題のことをいろいろなトピックでね、あの、ディスカッションしていて面白い。その中の一つに、留学、憧れと現実、経験者が語り合うというエピソードがあるんですね。私は、 まあ大学を卒業したんですけど、教育学部に入りましたね。で、実は教育学部に入ったからといってね、学校の先生にめちゃくちゃなりたかったわけでもなくまて、まあ、私は経済的に恵まれてなくて、岡山県の外の県外の大学に行くのが難しかった。で、奨学金をもらえるほど優秀でもなくって、 で、親と相談して、自宅から通える無難な地元の大学に入学したわけです。はい。で、私が入れそうな学部に入学した。本当にね、とんでもない理由ですよね。夢も希望もあんまりない大学生時代だったんです。これはね、私の、まあ実は自慢できないところですね。私の人生は、まあ長い目で見れば悪くないんだけれども、大学時代あんまり、 達成感がななかかったかなはいまあ結局ね卒業して学校の先生になれて学校の先生良かったんです結果的には良かった私は教えるということが、まあ、実は好きだし <laughs> あのまあ転職っていうべきがね上手だということが分かって学校の先生になって良かったなとは思ったんだけれども大学時代ねまあ 何もしてなかったかな勉強しててなななかかかっったた勉強本当にアルバイトばっかりして、ね、で授業をサボって映画館に行ったりアルバイトで貯めたお金で海外旅行に行ったりとかねしてた学生だったんだけれどもあの留学中には留学をしたいっていう友達もいましたね。でその友達は留学しましたよ実際に1年ぐらいだったかな大学を休学して彼女はその時オーストラリアに行ってたかな。 で、その時代ね、私が学生の時に留学ってとても珍しいことだったんですね。で、留学をしていればですね、まあ、英語もある程度できるようになるのかな。そして、就職活動にも有利だと言われていたのが私の時代。私の時代ね、今は全然違うそうです。という話が、このポッドキャストのエピソードで聞けます。 すごい前置きが長くなったけど。今の大学生が留学し,した人もしてない人も、留学って意味があるの就職活動に有利なのっていう話でディスカッションしているんですね。リアルな大学生の会話が聞ける、この留学、憧れと現実、経験者が語り合うというエピソード。はい。朝日新聞、ポッドキャストね。 でね、その中に留学が学地化になるかどうかっていうディスカッションがあるんです。学地化私ねこれ聞いた時にわからなかった。え何これ学,学地化学生の地化何調べました。Google で調べたらね学地化っていうのは学生時代に力を入れたことつまり大学生時代に頑張ったことそれが学地化短くして。 皆さんは、もし、まあ、もしですね、今大学生で、ね、就職活動をしていて、ね、学地か学生の時に、あなたが力を入れたことは何ですか大学時代に頑張ったことは何ですかって聞かれたら、どう答えてました私ね、そんなこと答えられなかったね。<laughs> はい、マジで。本当に頑張ったことがないから、ね、 まあ、なんとか教員採用試験に合格して先生になったけど、ね、就職活動難しかったかもしれないね、私だったら。でね、この留学が学知化になるかならないか。で、このディスカッションの中では、もう今学知化にはならない時代だという考え方を持った学生さんが多かったですね。つまり、もう留学は特別なことじゃない。留学するのが普通になってきている。 短期でも長期でも、ね、留学している人たくさんいる今。だからただ単に例えば英語留学しました。英語の学校に行ってみました。はもう就職活動でアピールできない。そういうことをディスカッションして私は衝撃的だったんです。わあ、日本の若者すごい。大変。すごい。ね。 自分の学校の成績も上げてね、あの、結果も出さなきゃいけないし。なおかつ、学地下になるようなこともやっとかないといけないし。で、就職を見据えて、ね、就職活動、将来のことも考えながら、留学先を選ばなきゃいけないし。そして、今ね、日本の留学、まあ日本の学生で海外に飛び出したい人大変です。なぜなら円安だから。インフレーションだから。 海外生活大変ですよ日本円が弱いから、ね、そういうトピックにもなっていて今留学は憧れてる人たくさんいるけど現実的には厳しい大変なんだとでそして実際に留学できたとしても、ね、安心じゃない、ね、そこで何を学んだか何を学ぶかがすごく大切になるから頑張ってくださいっていうねエピソードだったんですね。なかなかか深いです 今の若者の正直な意見が聞けて面白いエピソードなんです皆さんは留学の経験ありますか、まあ、私はなかったねなかったけど、まあ、海外旅行はたくさんしました、はいまあ、でも正直ね私の旦那さんなんかを見てみれば彼はね,留学をしたね日本に留学した人ですから、あのー、そこで学んだことを経験したことはものすごいんですね彼の人生に大きな影響を与えている そういうのを見るとね私はなんであの時私の人生の中に留学という選択肢がなかったか、まあ、自,分の自分で作ってなかったか、まあ、ちょっと後悔しますね。まあ、若い時にやっぱり海外に出て行った方が絶対いいと思うので年、ね、を取ってからででも留学できますよただやっぱり若い時と全然感覚とか感じ方違いますからね。うーん あの私の旦那さんはね、まあ、やっぱり優秀な人だったので国費留学ししてるんんでですすねこれはかなり難しいんですよあの彼の出身国のペルーと日本の政府で今もあるのかどうか分かりませんけど特別な、まあ、や,りやり取り契約がありまして、まあ、試験を受けてですねであの国費留学奨学金をもらって、はい、そして岡山大学にやってきたんですね。 で彼は、まあ、ペルーで医学部を卒業して実際にお医者さんとしてちょっと働いていてでも研究の仕事がしたい研究で何か留学したいで何がどこに行こうかアメリカという選択肢もあったみたいなんだけど、ね、国費留学であ国費留学だったら自分のお金を出さなくてもいい、ね、親にも負担をかけなくてもいい試験に合格したんですねそういうパターンもあるんですよね。 はい。まあ留学いろんなタイプがあるから、まあ、私費留学、自費留学、自分で自腹を切って、または親のお金で留学する人もいれば、私の旦那さんのように奨学金で留学する人もいます。はい。まあ、留学、私ね。皆さん、皆さんだったらやっぱり日本に留学したいのかなわからない。どこで、どんなことを勉強してみたいですか このどんなことを勉強してみたいですかっていうことの方が本当に大切なんでしょうね。はいということで今の若者は大変です日本の若者ね就職活動もしなきゃいけないから、ね、留学学地下になるかどうか悩んでいる学生が多いみたいですという話を今日はしました。皆さん留留学学経験がありますかかこれから日本に留学しようと思ってる人 憧れと現実いろいろありますねでも日本に行って楽しいことをたくさん経験してほしいと思いますはい今日は以上です